九泉は、鈴木木、ベラアクベラ科に分類される魚の一種。日本沿岸では、個体数が多くなじみ深いベラで、食用に漁獲される。関東地方ではあまり食用にしないが、関西地方では好まれ、高値で取引される。特に、瀬戸内海に多産し、美味とされるが、海洋沿岸産は、味が劣るとされる。メスは、 体長20センチメートルほど。体色は高褐色で、背面中央と体側に黒色の太い縦帯が入り、黒帯の内外に点線状の赤い縦線がある。急線という和名は、この線の数を計9本と見たことに由来する。もともと、急線は神奈川県三浦半島で使われていた故障で、これが全国に定着する形となった。 釣り上げられたオス2007.6、23カシ海峡。一方、オスは体長30センチメートル、稀にそれ以上に達するものがいる。体色は鮮やかな黄緑色で、体側の縦帯体がメスより広く不明瞭になる。胸びれの後方に大きな藍色の反転が一つある。この体色の違いから、メスは赤ベラ、オスは青ベラとも呼ばれる。 極端な性的負担なりのため、別種と思われることもある。メスの一部は、成長するとオスへ、性転換する。アオベラは、すべてメスが、性転換したオスであり、体長95センチメートル位の頃に、メスの大きいものがオスへ、性転換を図る。このグループをニジオスと呼び区別している。ニジオスは、複数のメスを抱えハーレムを形成する。 一方で生まれながらのオスもおり、一時オスと呼ばれるが、姿形は、メスと同じである。見た目だけではオス、メスの区別ができないため、一時オスを、イニシャルフェーズ、二時オスを、ターミナルフェーズと呼び、頭文字からそれぞれ IP、TP と表記される。一時オスについては、メスのフリをして、他のオスのハーレムで生活し、産卵行動に紛れて、 自分の生死をかけ子孫を残すという行動も報告されている。表皮にぬめりがあり、鱗は魚体に対して大きいが、非常に剥がれにくい。また災害があまり開かないため、調理には技術を要する。北海道、函館市以南、朝鮮半島、東シナ海、南シナ海沿岸まで分布するが、南西諸島には分布しない。ベラの仲間としては低温に強く、 温帯域に分布できる数少ないベラの一種である。やや内湾性で、岩礁の点在する、砂木底や砂底に生息する。若菜は、干潮船付近の大きな態度プールで見られることもある。昼間に、海底付近や海藻の間を、ゆっくりと泳ぎ、甲殻類、貝類、多毛類など様々な小動物を捕食する。夜と冬は砂に潜って休眠する。 稀に潮の引いた後にも砂に潜っていることがあり、潮干狩りなどで見つけることがある。産卵期は6月下旬から9月頃までで、地方により、異がある。海藻、飛び虫、小型のエビアカニ、亀の手などを捕食する。ギザミ、ギサミ、シマメグリ、モズク、ヤギ、スジベラ、ベロコ、クサビ、モバミ、朝鮮ベラなど、夏目漱石、ボッチャンに登場する。ゴルキは、 この急戦とされている。ぼっちゃんには、ロシアの作家と同盟の魚ゴルキとして、言及されているが、正しくは、フランスの文明史家と同盟の偽造だという。関西圏ではカキにキスと共に好んで、釣りの対象にされ、専用の釣り船も出るほど人気がある。夜や冬は休眠するため、釣りは、夏の日中に行われる。波打ち材の駆け上がりから、 沖まで生息域も幅広く、海岸からの投げ釣りもできる。フグ類のような餌取り名人としても知られ、小さな口と牙状の歯でうまく餌をちぎる。そのためあたりは小さく、コツコツという小さなあたりを見逃さず、釣竿を小さくしゃくるように合わせる。釣り人の経験や腕の差が現れやすく、釣りをもむきがある。 刺身と煮付けに料理された、急線皮膚は、ぬめりがあるが、白身で癖がない。新鮮な大型個体は、刺身が美味で、わさび、しそなどの薬味を添える。他に煮付け、塩焼き、唐揚げ、南蛮漬けなど様々な料理に利用される。急線は、比較的水質汚染に強く、飼育しやすい。餌は、ブラインシュリンプ等の口に入るものなら、大抵のものを食べる。 魚と貝の辞典、144ページ魚と貝の辞典、145ページ魚と貝の辞典、145ページ、魚の博物辞典、468ページ、小宮豊解説、夏目漱石、坊ちゃん岩波文庫。ありがとうございます。